毎日西ガチャ第4レース3日連続の雷姉さん、これで6回目になりますね。あれやこれやといろいろ試しているここ最近でございます。サポカトスキルはこちら、概ね理想のステータスには近づけたかなって思いますね。でスタミナももう少しで理想になってて、で問題は根性だね。スタミナサポカとハローさんがいないから伸ばすに伸ばせなかったのが痛かったな。ちょっとこれ完全に落ちてたわ考えからで、因子で補うって考えようとすると、メイクラかグラライの因子のどっちになるかで、でしかも一応スタミナも補っておきたいって考えると、メイクラ因子になるんだよね、やろうと思ったら。いやもう正直嫌だねメイクラは正直もうやりたくないねでもな、理想を求めようとするならもうメイクラ一択になるしな。もう運営さん、どうか次回のシナリオはグラライぐらいカジュアルで、シナリオ因子がスタミナ根性のものにしてください。お願いします。はい、そんじゃ因子の方見ていきましょうか。もう今ね、メイクラ周回してるトレーナーさんすげえよ本当に。もうきっと自前でね、鋼の意思持ってるに違いないね。さあ評価友人は分かりません。因子どうでしょうか、来い。うわー、グランドライブの最近で、お、なんか最近ダート用出してくれるね姉さん。でももうせめて青2で、ダートは嬉しいんだけど、青2で出したりとかはしませんね。くっそ。ダメだったか。はい、とりあえずね、雷姉さん一旦ここで終わりにしとこうかな。明日は誰にしようかな。お楽しみに。それでは、また明日。